ジョン・ダニエルズは MLB テキサス・レンジャーズのゼネラルマネージャー。ニューヨークシュクイーンズ区出身。子供の頃は地元ニューヨークメッツの大ファンであり、ボックススコアよりもトランザクションを先に眺めるのが習慣だったという。コーネル大学では応用経済学とビジネス管理学を専攻した。卒業後はダンキンドーナツの親会社であるアライド・ドメック社に入社した。しかし、 野球への情熱は一向に衰えず、むしろ MLB 機構で職を見つけた、大学時代のルームメイトの仕事ぶりが気になって、仕方がなかったという。その後、2001年にインターンとして、コロラドロッキーズへ勤務していた。2002年には、テキサスレンジャーズ入りし、2004年から2年間は、ジョン・ハート GM の下、GM 補佐を務めた。2005年10月4日、 上司であるハートからの進言もあって、レンジャーズの GM に就任した。この時28歳と41日という若さであり、2002年にボストンレッドソックスの GM に就任したせを、エプスタインの28歳と331日を抜いて、史上最年少の GM 誕生となった。就任初年度の2006年からは3年連続で負け越してしまう。 三年契約満了後の2009年は、単年契約の一発勝負だったため、成績向上の痕跡を残せなければ、鋼鉄の可能性が高かったが、この年は就任後初の勝ち越したシーズンとなった。翌2010年には11年ぶりに、地区優勝して、ポストシーズン、球団初のワールドシリーズ進出を成し遂げた。さらに2011年も2年連続で、 リーグ優勝を果たしたが、ワールドシリーズでは、またしても優勝を意志した。2012年1月18日、ポスティングシステムを利用して、メジャーリーグに挑戦を表明していた、ダルビッシュユーとの契約を6年5600万ドル、出来高400万ドルの総額6000万ドルの条件でまとめた。アメリカ国内や中南米だけでなく、NPB にも目を向けており、 ダルビッシュら日本人選手のみならずコルビー・ルイスやトニー・バーネットなど日本球界を経験した選手の獲得にも積極的である。ダニエルズ曰く渦漏れた存在が日本にはたくさんいると映っており、日本人選手はまだまだ過小評価されている日本である程度の実績を残した選手なら即戦力として期待できると語っている。ありがとうございます。